犬の社会化とは、犬が他の犬や人間、様々な環境や刺激に慣れることです。犬の社会化は、犬の性格や行動に大きな影響を与えます。社会化が不十分な犬は、恐怖や不安、攻撃性などの問題を抱える可能性があります。そのため、犬の社会化は、犬の幸せな暮らしに欠かせないものです。犬の社会化はいつから始めるべきでしょうか？一般的には、生後3ヶ月から5ヶ月までの間が、最も重要な時期と言われています。この時期には、犬は好奇心旺盛で新しいものに対して、積極的に接します。また、この時期に経験したことは、犬の一生に影響を及ぼします。しかし、それ以降の時期に社会化を始めても、遅すぎるということはありません。成犬になってからでも、社会化は可能です。ただし、成犬の場合は、慎重に進める必要があります。犬の社会化をどのように行うべきでしょうか？まずは、犬が快適に感じる範囲内で、少しずつ刺激を与えることが大切です。例えば、他の犬や人間と触れ合う場合は、距離や時間を調整しながら行います。また、無理やり触らせたり抱っこさせたりしないようにします。次に、犬が刺激に対してポジティブな反応を示した場合は、褒めたりご褒美を与えたりして励まします。逆に、ネガティブな反応を示した場合は、叱ったり、罰したりしないようにします。最後に、犬の社会化は、一度ではなく、継続的に行うことが必要です。定期的に様々な刺激を与えて、犬の適応力を高めましょう。犬種別に社会化の方法や注意点があるでしょうか？答えはイエスとノーです。イエスというのは、犬種によって、もともと持っている性質や特徴があります。例えば、番犬として使われてきた犬種は、警戒心が強く他者に対して攻撃的になりやすいです。また、小型犬は身体的に弱く感じるために、自己防衛本能が働きやすいです。このような場合は、特に注意深く社会化を行う必要があります。脳というのは、個体差や育て方によっても、社会化の必要性や難易度が変わってきます。例えば、同じ犬種でも、個性や肩着が異なる場合があります。また、幼少期から多くの刺激を受けて育った犬は、社会化しやすいです。このような場合は、あまり気にしなくても大丈夫です。まとめると、犬の社会化は、犬の幸せな暮らしにとって、非常に重要なことです。犬の社会化は、生後3ヶ月から5ヶ月までの間が、最も重要な時期ですが、それ以降でも可能です。犬の社会化を行う際は、犬が快適に感じる範囲内で少しずつ刺激を与えて、ポジティブな反応を示したら、褒めたりご褒美を与えたりして励まします。犬種によっても社会化の方法や注意点が異なりますが、個体差や育て方によっても変わってきます。犬の社会化は一度ではなく、継続的に行うことが必要です。